はい。遺産処理工学の3回目の授業を始めていきます。今日は前化式の解き方の話をしていきます。前回はですね、前化式の作り方の話をしたので、それをどう解いていくのかという話をするということになります。はい。で、一応2つの話をしようと思っていて、その解くということについてですね。1つは線形前化式の解法です。前回作った、初めの方のですね、組み合わせ構造の数え上げて出てくる前化式は実は線形前化式になってました。で、それを解きます。で、もう一つはですね、上階の導出法です。で、こちらはどちらかというと、そのアルゴリズムの計算量の解析の方で、こういうことがよく出てくるので、それをやるということですね。で、二つ目にですね、次回に続く数列の母関数というものがあるんですけども、それを紹介します。はい。で、まず線形前化式の厳密解法ということをやっていきます。で、前回ですね、こういう前化式が出てきました。もう一度やるとですね、グラフ A が何だったかってこととか、完全マッチの総数が何だったかってことを忘れてしまって、こういうような前化式を作りました。で、それを解きたいということになります。でですね、解くためというか、まず、これは N が1の時には1、N が2の時には2、で、N が3以上の時には、前2つの項の和になるという、こういう前化式ですね。で、これを厳密に解いていこうということをします。で、今からですね、2つそのような解法を紹介していきます。でですね、まず1つ目の解き方なんですけども、ですね、このまず AN という項をラムダの N 乗というもので置き換えた式を考えます。大体ですね、線形前化式というのは、この、数列の一般項ですね、が、指数関数的に増加するということが多いというか、実際そうなんですけども、増加するみたいですね、指数関数的に振る舞うことが多いので、その指数関数をラムダの N 乗と置きましょうということをします。そうすると、AN は、今これはその N が3以上の時の式ですね。で、その AN をラムダの N 乗で置き換えたら、AN-1 というのはラムダの N-1 乗になります。で、AN-2 というのはラムダの N-2 になるので、ここに書かれているような、式ができます。でですね、ここから、ですね、ラムダの N-2 乗で両辺割ると、下のような式ができます。で、これはですね、ラムダの2乗イコールラムダプラス1という式になりますね。で、これは、ですね、前化式の特性方程式というものになります。と呼ばれるものです。で、これは、ラムダに関する二次式なので、二次方程式なので、ラムダについて解くことができます。で、それを解くというのが次のステップになります。で、これ解くと、二次方程式なので、皆さん解けるということですね。で、解き方も知ってるはずです。で、実際解くと、二つ解が得られて、二分の一プラスマイナスルート5ということになります。で、今後のために、この2つの解をラムダ1、ラムダ2と書くことにします。で、ラムダ1の方が小さいとしますね、これは。ですね。とします。で、ちょっと今後、計算するときのために、皆さんがよくご存知の、いわゆる解と係数の関係というのを、ちょっとこれ書いておくんですけども、解と係数の関係ですね。足したものですね。足したものというのは、この、二次方程式の一次の係数の符号を反転させたものになって、積はこの係数項ですね、になるということです。で、これ皆さんも知っていると思いますし、実際、これ解いたときに、ラムダマイナスラムダ1、ラムダマイナスラムダ2イコール0というふうに、因数分解できるということから、ラムダの2乗マイナス、ラムダ1プラスラムダ2、ラムダプラス、ラムダ1、ラムダ2イコール0ということになるってことから分かるというわけですね。はい。で、ちょっとこれ押さえといて、後で使うんですけども。で、ここから、次のステップ何かというと、今ですね、そのラムダ1、ラムダ2が分かったんですけども、ここでちょっと考えてほしいのは何かというと、今ですね、この前化式では、N が1の時と N が2の時の値がこう決まってるんですね、1と2と。いうふうに決まってるんですけども、これを一旦忘れてですね、これ一旦忘れて、見ると、先ほどのですね、出てきたラムダ1とラムダ2を使って、
作った式、ラムダ N の、あ、ラムダ N がラムダ1の N 乗であるとか、ラムダ N がラムダ2の N 乗であるっていうのは、この全化式の解になります。この全化式っていうのは、この部分ですね。この部分、ちょっと今書き方が悪かったので、もう一回書き直すと、この部分ですね。この部分の解になります。この部分の式を満たします。なぜかというと、今ですね、あ、そう、満たしますっていうのは、それは今、ちょっと、ね、満たします。なんでかというと、今、例えば、AN をラムダ1の N 乗とすると、AN-1 はラムダ1の N-1 乗で、N-2 はラムダ1の N-2 乗となるというわけです。で、この時、実際に、ラムダの1の N 乗というのは、どう書けるかというと、ラムダ1の2乗かける、すいません、ちょっと書き方が悪かったかな。ラムダ1の2乗かける、どうしようかな。いいかな。前か。こう書いて、ラムダ1の2乗かけるラムダ1の N-2 乗なんですけども、先ほど、ラムダ1の2乗っていうのは、先ほどの二次方程式の解だったので、これはラムダ1プラス1という式を満たすわけです。つまりこれはラムダ1プラス1かけるラムダ1の N-2 乗となって、これはラムダ1の N-1 乗プラスラムダ1の N-2 乗となる。まあ、こういう形になっているわけですね。つまり今、この左辺は AN と等しくって、この右辺は AN-1 プラス AN-2 と等しいということになるわけです。つまりこの上に書いてある式と同じなわけですね。いいですか。だからこの全化式の解になります。このラムダ1の N 乗っていうのはこの全化式の解になりますし、同じようにラムダ2の N 乗もこの全化式の解だと分かるわけです。で、そうすると、その2つもですね、線形結合。これですね。ラムダ1の N 乗とラムダ2の N 乗の前に係数をつけて足したもの。これも、この全化式の解になります。それはですね、ここに書いてあるような、計算を先ほどと同じようにやれば分かります。なんでかっていうと、ちょっとやってみると、今ですね、ここに書いてあるように、上の式が成り立つと、すると、どうなるかっていうと、右辺の方を実際に計算してみると、これは、AN-1 は C1 かけるラムダ1の N-1 乗足す C2 かけるラムダ2の N-1 乗となるわけです。同じように AN-2 の方もかけると。で、これ整理して、先ほどと同じような整理をすると、まさに同じ式が出る。ということになります。ということで、何かというと、このですね、N が1の場合と N が2の場合の値を忘れれば、この式が全化式の解になるということになって、まあ、これはある意味その一般解なんですね。一般解なわけです。で、今、この N が1と N が2の時の値が1と2であるということから、この C1 と C2 を決めるということを今からします。それが今考えたことですね。A1 イコール1と A2 イコール2を思い出すと C1 と C2 が定まります。ということになります。で、今からそれをやります。そのために、今やったように線形結合を作って、そうすると A1 という値が1で A2 という値が2なので、その N に1、2を入れると、ここに書いてある式が出てきます。今、そのラムダ1とかラムダ2っていうのはもう決まった値だったんで、先ほどそのラムダ1は、2分のだったかな。2分の1マイナスルフト5。で、ラムダ2は、2分の1プラスルフト5という、もうこれ決まってる値ですね。だから、今、ここの式で決まってないのは、しまった。ここの式ですね。この今書いてある式で決まってないのは C1 と C2 です。だから、これは C1 と C2 を1数とする、連立方程式。線形連立方程式になります。で、これも、まあ、おそらく解けるわけですね。で、それを解きましょうということになります。で、C1、C2 の変数を解くと、まあ、こんな感じになります。まあ、これは頑張ってですね、解いてもらうということになります。で、今、その先ほどの式になったように、ラムダ1とラムダ2っていうのはもう分かってますから、その値を入れれば、この C1 と C2 が分かりますということになります。で、それはここに書いたことですね。整理すると、実際に C1 というのは、まあ、計算すると、10分の 5-5 になって、C2 の方は、10分の5プラスルート5になります。で、これ先ほどですね、言ったように、ラムダ1は、2分の1マイナスルート5ですね。1マイナスルート5。で、ラムダ2は、2分の1プラスルート5なので、まあ、これを直接入れてあげれば、ここにですね、代入してあげれば計算できるわけです。
ちょっとやってみようとすると、C チームをやってみようとすると、これが2分の1マイナスルート5かける2分の1プラスルート5マイナス2分の1マイナスルート5の2乗が分母で、分子の方は2分の1プラスルート5マイナス。こんな感じですね。で、これ計算するのはなかなか面倒なわけです。今ですね、これ代入してるんですけど、代入している箇所がですね、5個、3個、4個ですね。で、これはですね、なかなか大変なんですよね、計算するのは。だからちょっと、まあ、サボるというか、もう少し賢く計算しようと思うときに、先ほど言っていた、その解と係数の関係を使うってことができるかもしれません。足したら、1だったかな ?1 ですね。になって、かけたら、マイナス1になるってことをさっき言ってました。じゃこれを使うとすると、まあ、例えばどんな感じでできるかっていうと、まあ、C1 ですね。まあ、これ、計算しようとすると、これは、何ができるかっていうと、もうこの部分ですね。このラムダ1、ラムダ2っていうのは、もうここに書いてあることでも、値分かってるわけです。だから、この部分は、これ代入してしまえばよいということになります。そうすると、これは、マイナス1になりますね。で、もう一つですね、この、ラムダ1とラムダ2っていうのは二次方程式の解だったので、その二次方程式何だったかっていうと、ラムダ1の2乗はラムダ1プラス1。で、ラムダ2の2乗っていうのは、ラムダ2プラス1と、まあ、こういう式も満たしていたわけです。で、そう思うと、このですね、二次項も、一次式にできます。で、それを書き換えてみると、ラムダ1マイ、プラス1か。プラス1というふうに書き換えられるわけです。まあ、分子の法則のまま、ラムダになります。で、そうすると、どうなるかっていうと、これはちょっとマイナス前に出そうかな。出した方がいい。ちょっと出しましょうね。マイナス、ラムダ1プラス2か。ここ間違いそうですかね。ですね。で、ラムダ2マイナス。こうすると、まあ、代入する部分の2つだけになって、まあ、嬉しいかなっていう気もするわけですよね。で、ちょっとじゃあもう少し減らすことを考えますね。もう少し減らすことを考えて、例えばですね、このまま続けようかな。まあ、続けないで、まず同じ式を書いて、同じ式書くんですけども、ですね、この、分母と分子に、ラムダ2プラス2を書いてみます。ラムダ2プラス2。ラムダです、これ。そうすると、これ、分母と分子展開するんですけども、じゃ分子の方をやると、これは、ラムダ2の2乗マイナス4ですね。で、分子の方は、あ、じゃあ、分母の方は、ラムダ1、ラムダ2、プラス2かける、ラムダ1プラスラムダ2ですね。で、プラス4。で、だから、まあ、このですね、で、そうすると、まず、まあ、そうするとか言えば、そうするとどうなるかっていうと、まず分母の方をやると、分母の方は、ラムダ1、ラムダ2っていうのは、こういう先ほどあった部分ですね。この部分ですね。この部分で曲がる。この部分ですね。なので、そのままかけて、これマイナス1と。で、プラス2かける、ラムダ1、プラスラムダ2っていうのは、ありますね。ここ1です。プラス4と。形になる。で、分子の方は、ラムダ2の2乗は、ラムダ2プラス1と。いうのが、ここになりますね。ですね。ラムダ2の2乗は使って、ラムダ2プラス1になります。で、マイナス4と。そうすると、これ整理すると、5で、ラムダ2マイナス3。こうなりますね。で、そうすると、このラムダ2だけになってきて、しかもそれが分子になるので、これすごく計算簡単です。実際やってみると、まあ、5分の1で、ラムダ2は今、ここで代入すると、2プラス、2分の1プラスると、で、マイナス3ですね。でそうすると、2マイナス2、これは、だからこれで、10分の、これで5ですね。5マイナスルート5。合ってるかな?なんか、不安になってるけど、これマイナスらしいってことですね。これマイナスがなかったので、ちょっとマイナスをまたつけると、すいません。マイナスつけないですね。はい、すいません。マイナスがなかったので、マイナスをつけると、こうなると。いうことになりますね。はい、そうですね。すいません。ちょっと今、符号が途中でなかったので、今、訂正しましたが、ちょっとここにちょっと書きして、もう一回書き直すと、マイナスですね。すいません。という形で、計算ができるということになります。でですね、まあ、この計算の仕方で、まあ、ちょっと肝になったのは、ここでですね、分母と分子にラムダ2プラス2をかけてるんですけど、それはなんでそうしたかというと、この分母のところで、解と係数の関係を使えるような形にしたかったので、まあ、そうしたということになっています。そうすることで、まあ、計算が、しやすくなると思うので、まあ、こういう計算の工夫も、できるかもしれないので、
ぜひ皆さんも試してみてください。まあですね、まあこういう式があったときに本当に手で計算するのかってことはまた別の問題かもしれませんけども、まあ、手で計算する場合はこういうような工夫ができます。はい。で、マシリンの方も同じような形で計算すると10分の5プラスのところになります。という形で最終的に、一般項として、任意の自然数1以上の n に対して、こういう形で求まったと。まあ、ここに書かれているものがラムダ1で、ここに書かれているのがラムダ2と。ですね。この部分が C1。ここが C2 ですね。という形になっているという形で解けましたということになります。よろしいでしょうか。はい。これがですね、一つ目の解法というか、まあ、これができれば十分であるんですけども、もう一つ、解法をご紹介します。で、それはですね、大魔界で言うことは何かというと、これを、先ほどと同じ式ですけども、別の方法で解いてみるということです。はい。で、どういうふうに思うかというと、ですね、まず、行列を用いて書き換えることをします。先ほど言った通り、これ、線形性があるので、まあ、線形性があるということは、まあ、行列を使って書くっていうことができるということと、まあ、ほぼ同じなわけですね。で、それを実際やってみると。で、それはですね、ここにあるような形で、上の式を書き換えてみるということになります。で、これはどういう形になっているかっていうと、これがですね、一つのベクトルですね。an、an-1 と。だからまあ、なんかちょっと、ベクトルかどうかが、xn というベクトルが an、an-1 という形で、まあ、定義されていると思ってください。n は2以上ですね。でそうすると、ここの、初めに書かれている、ここですね。これは、この書き方は良くないかな。まあ、いいや。これが a、x2 になるわけです。これ x2 です。ちょっと良くないかな。これなんか今後の流れと違う気がするから、ちょっとこの流れ、ここの書き方やめて、すみませんですね。書き方やめて。だから、今は言いたかったのは何かというと、ここにこの an、an-1 っていうベクトルがあるんですけども、この n を2にすると、この上のベクトルが出てくるということですね。で、この n を n-1 にすると、この右のものが出てくるということです。で、ここの一番初めの式っていうのは、これは、ベクトル使うことないで書くと、成分ごと比べると、a2 が2で a1 が1であるということを表しているわけです。で、これは上のこの部分ですね。この部分で書いたことと全く同じなわけです。ですから。じゃあ、下の方はどうかっていうと、これもじゃあ成分ごとに見てあげましょうと。ということすると、an イコールって式と an-1 イコールって式が出てくるわけです。なんでかっていうと、左辺のベクトルは第1成分が an で、第2成分が an-1 だからですね。で、同じように、じゃあ、その右辺の方の第1成分と第2成分を見てみると、行列のとベクトルの積を考えてみると、初めの方は第1成分が11とこのベクトルが来てますから、この積ですから、an-1 プラス an-2 になります。ですかね。で、これは、この式ですね。n が3以上の式と全く同じです。で、下の方は何が出てくるかっていうと、10と an-1 で -2 を書きますから、これは an-1 イコール an-1 っていう、まあ、意味がない式が出てきていますけども、まあ、これは、まあ、意味がないんじゃなくて、この式がですね、ちゃんと成り立つためには、まあ、必要な式になってくるわけです。つまり、この右辺のベクトルの第1成分と左辺のベクトルの第2成分がちゃんと同じであるよってことを、要請して、このですね、数字が1個出たときにその部分がちゃんと位置ずれるんだよということを表しているということになるわけです。つまり、この行列の形を使うことで上の前化式がちゃんと表現できているということになるわけです。で、なおかつ、下の方はこのベクトルで見ると、ちゃんとその素英字が一つずつずれているような形になっている。つまり、これは、ベクトルに関する前化式になっているということです。書きましょうかね。ベクトルに関する前化式になっていると。ただ、それを解けばいいということになります。いいですか？で、それをですね、こういうふうに書いてみましょうと。今、ベクトルに関する前化式っていうのが、ここに書いてあるように書けたとします。はい、あるとします。こんな感じですね。こんな感じですね。で、x1 から点点点 xn っていうのはベクトルで c もベクトルです。c っていうのはここですね。c。これもベクトル。で、一方 a は正方形列とします。
正方形列の、この x1 から xn っていうものの大きさがどんどん変わっていくので、ちょっとまあ困るわけですけども。で、それでですね、この部分、どうなってるかっていうと、数字がですね、xn っていうのは左に出てきていて、右の方には xn-1 っていうのが出てきているわけです。つまり、1個前のベクトルに a を左側にかけると、xn が出てくるという形になっています。で、そうすると、何が言えるかというと、xn イコール a の xn-1 なので、これはですね、xn、だから、xn-1 は a かける xn-2 になっているわけです。つまり、上のものはですね、a かける xn-2 になって、これは a の2乗かける xn-2 ということになるわけです。で、同じ変形をしていくと、例えば、ただ取るんじゃなくて、最終的にはこれは a の n-1 乗かける x 字になります。これここですね。今、x1 っていうのは c なので、ここですね。x って c なので、これ最終的に xn は a の n-1 乗かける c になっていることになります。で、c っていうのは、その、まあ、初期値ですね。初めの部分なので、この a の n-1 乗さえ分かれば、xn 乗っていうベクトルの一般項が分かるということになるわけです。だからやりたいのは、行列 A という、正方行列、正方行列 A というものがあったときに、その力乗、類乗が何であるのか、ということが分かりづらいということになります。先ほどの例の場合は、A が110という行列になっていたので、このとき、A の n-1 乗を知りたいと。なるわけです。それを今からやっていきます。で、そうすると、そのまあ正方行列の力乗をどのように計算するのかってこともいろいろな方法があるんですけども、まあその皆さんが知ってる好きな方法でやってもらえるということになります。で、この後は、固有値を使った方法、固有値と固有ベクトルを使った方法が書いてありますけども、まあそれを使うことは一つの一般的な方法でありますけども、まあ他の方法でも構いません。で、そのような話があったので、行列の累乗を計算したいということになります。で、今の行列は110という行列 A です。で、先ほど言った通り、固有値と固有ベクトルを使うと言って、例えばそれを計算しましょう。で、どのように計算するのかってことは、皆さんの線形代数の授業を思い出してもらって、その通りにやるということになります。で、どういうふうにやったかというと、まず特定方程式ですね。これを作ります。まあ、これ固有方程式と言ったかもしれませんけども、まあ、それは、教科書によって、用語が違うかもしれません。で、それは何だったかというと、ラムダかける単位行列、マイナス A という行列の行列式ですね。が先で、それイコール0というものとかですね。そうすると、今 A は110なので、この、ラムダ i マイナス A という行列の中にこれですね。行列式考えますけども、それは、まあ、頑張って計算していただくと、ラムダ2乗マイナス、ラムダマイナス1になります。イコール0という、この式を解くとですね。で、ちょっと、注目するのはですね、この式は、ちょっと色変えようかな。これと青が良くなかったんで、この式は、先ほどの特性方程式と全く同じです。同じって日本語はよくないから。同じです。で、まあ、これは偶然なのか偶然じゃないのかってことは、ちょっと皆さん考えていただくと面白いかもしれない。けども、まあ、まあ、そういう形で出てきます。そうすると、これを解くことによって出てくる固有値というのは、先ほどの特性方程式の解であったラムダ1ラムダ2と同じですね。まあ、ここでもラムダ1ラムダ2という形で書いて、まあ、これが A の固有値になるわけです。で、固有値が分かったらですね、まあ、固有ベクトルを計算するということになります。固有ベクトルは、まあ、どのように計算してもまた構いませんけど、例えば、ラムダ1に対する固有ベクトルを V1 イコール XI として、この XI を取りましょうと。で、皆さんご存知のように、違うかな。私たちが欲しいのは、非自明の固有ベクトルです。例えば、XI これ0としてしまうと、この式出されてしまうので、まあ、そういうものが欲しいわけじゃなくて、非自明な固有ベクトルが欲しくって、で、非自明な固有ベクトルというのは、ね、無数になるわけです。で、無数にあるんだけども、まあ、どれか一つ、まあ、持ってきてもらえばよくって、それはですね、まあ、うまく見せてくださいということになります。で、例えば、ラムダ11っていうのが、ラムダ1に対する固有ベクトルになります。
じゃあ、ちょっとこれ、計算しますかね。今、これを、ここから今、ラムダ X は求めたいんですけども、例えば、じゃこれそのまんま、成分ごとに式見てあげると、1マイナスラムダ 1X プラス Y イコール0っていうのと、X マイナスラムダ 1Y イコール0という式が出てきます。そうすると、下の方を見ると、これは X イコールラムダ 1Y と、こういう式ができますね。で、もうこの時点で、その X と Y の線形関係がこれで、決まってますので、まあ、ここから、例えば、y を1とすると、x はラムダ1という形になって、まあ、このベクトルは求まるという形になります。まあ、このスカラ場合も全部、ラムダ1に対する a の固有ベクトルなんですけども、まあ、一つだけ求めれば十分ということになります。で、同じように、ラムダ2の方の固有ベクトルも1個求めて分岐としています。でですね、対角化っていうのを行うっていうのが、これが、この線形代数の素晴らしいテクニックというか、手法で、何かというと、この先ほどの固有ベクトルですね、固有ベクトルを並べたもの、縦に並べたを U として、ラムダを、ラムダ1、ラムダ2というのを対角、これラムダですね、ラムダを、固有値を対角に並べた行列だとします。で、この固有値はですね、異なっているので、まあ、対角化できるはずなわけです。で、ここに書いてあるのは何かっていうと、これ成分ごとに書くと、はやめて、これは、だから、今、この、U というのが固有ベクトルを並べた、行列であるので、ここから AU イコール U ラムダという式が成り立つということがわかります。でですね、まあ、U っていうのは、ここでは、うまく、選ばれているというか、ひじめのも取ってきてますから、ちゃんと、逆より存在して、A イコール U ラムダ U、U インバースと書けるわけです。いいですかね。で、そうすると、A の N 乗っていうのは、この U ラムダ U インバースの N 乗として書けるわけですけども、例えばですね、これ、まあ、2乗だと思うと、これはつまり U ラムダ U インバースの2乗という形になるわけです。で、これは実際に、この2乗そのまま書いてみると、U ラムダ U インバースかける U ラムダ U インバースと書けるわけです。そうするとですね、この中の U ラ、インバースというの部分、これは、かけると、これは、単位行列になるので、これ実際、これ U ラムダ、ラムダ U インバースなんですね。これは U ラムダの2乗 U インバースという形になるわけです。で、同じようにですね、今、ここは2乗でやってるんですけども、ここを N 乗にすると、この部分、ラムダが N 乗になって、U は初めと最後のインバースだけしか残らないという形になります。で、このラムダっていうのは対角行列なので、この N 乗っていうのは、その対角成分を N 乗にしたものと等しいということになって、簡単に求まるわけです。で、そうすると今ですね、U というのは、この V1 と V2 っていう固有ベクトルを並べたものだったので、そのですね、逆行列っていうのを作る必要があるんですけども、まあ、これは作る、頑張って作るということになります。で、作ったら、それを通して A の N 乗というのが計算できます。で、これもですね、また、ちょっと整理する必要があるんですけども、ここもですね、先ほどの解と係数の関係などを使うと、頑張ってうまくできます。で、それをまあ頑張ってやるとというのを、これ頑張ってやらないと本当にいけなくて、これ割と大変なんですけども、頑張ってやるとここに書いてある式が最初に得られます。で、これが重要なのは何かっていうと、an-1 ってところから始まってたんですけども、それはですね、上の式は、このラムダ1の n 乗、ラムダ2の n 乗という形があって、下の方も、はラムダ1の n-1 乗、ラムダ2の n-1 乗とあって、係数は上と下で同じである。という形になって、ちゃんとその上の n の部分が下では n-1 になっているという形で、ちゃんと an-1 というベクトルの形と同じ形になっている。第1成分と第2成分を比べると、第1成分の n の部分が第2成分では n-1 になっているという形になっていて、ちゃんとこの形になっているなということが分かって、一般項が分かるという形になります。ただしですね、今この式変形ができているのは n が3以上の時の話なので、ちゃんと、この式がですね、n が1というときにもちゃんと成り立つということは、個別に確認する必要があります。で、それを行うことによって、最終的に、この第一成分で出てきたこの式というのが、an という、数列の一般項であるということが言えるという形になります。
まあ、好きな形で行列の類色を求めていただければいいんですけども、ここでは固有値を使う方法をご紹介しました。よろしいでしょうか。これ自分でやってみるというのが実際は重要で、固有値の計算とか大変かもしれませんけども、実際やってみてください。はい。前回ですね、別の全化式も求めました。それはですね、忘れてもらってもいいんですけども、BN と CN っていうグラフがあって、その完全マッチングの総数を数えるという話をしていました。で、それぞれ、スモール BN、スモール CN と書いて、そのスモール BN とスモール CN の間に、ここに書いてあるような全化式が何か積んだという話をしていたわけです。で、これはですね、ややこしいのは何だったかというと、PN を定義する式の中に CN が出てきていて、CN を定義する式の中に BN が出てきているという形で、なんか入れ子になっているというか、互い違いになっているというところが難しいわけですね。で、まあ、これ解きたいんですけども、まあ、これいろんな解き方、これもあると思います。で、一つまずここで紹介します。で、何かというと、まずこの BN っていうのは、N が奇数の時には、0なので、そこをまず無視したい。だから N が偶数のところだけ取ってきて、それで式を作りましょうと、これをしてみます。なので、こうですね。B の 2K という形で、その K は1以上次数なんですけども、その 2K という形で数字が書ける場合、つまり数字が偶数である場合だけ定義して、それを XK としましょうと。で、ちょっと戻るんですけども、C の方は、N が偶数の時には0だったので、この N が奇数の時だけ考えましょうということにします。で、そのために、数字が 2K-1 という形をしていることだけ、数列を定義して、それを YK としましょうとします。でそうするとですね、先ほどの式を見ると、どうなるかっていうと、これですね。この N を 2K だとすると、この一番下の式から、2K イコール、B2K イコール B2K-2 プラス C2K-1 という式が得られます。で、この C2K-1 っていうのは、これは、奇数なわけです。でそうすると、また前のページに戻りますけども、これですね。CN の N が奇数の時には BN-1 プラス CN-2 になるという式があるので、この式を2倍します。で2倍するとこの式になりますですね。C2K-1 の2倍は2倍の B2K-2 プラス2倍の C2K-3 という形になるわけです。で同じことをこの C2K-3 に対してもやってみると、この式になります。で、ここはですね、この数字ずっと下げていくと、最終的に、C3 まで考えられて、2C3 イコール 2B2 プラス 2C1 ということが言えます。これはですね、何のためにしたかというと、もともとのですね、この式ですね。この、上の全化式は、B を定義するのに B と C の両方を使っていたので、その中の C を消したいということをするために、ここに書いてある式の 一連を考えていました。で、何するかというと、これ全部これ足すわけです。で両辺足すと何が起こるかっていうと、この一番上の式の C2K-1 と、その下の式の下の、その下の式の 2C2K-1 が、これは相殺します。はい。相殺。相殺ですね。相殺ではなくて相殺ですね。相殺します。まあ、いわゆるキャンセルって言いますけども。キャンセルします。で、同じように C2K-3 と C2K-3 をキャンセルすると。相殺します。で、ここに全部これ相殺して、消えて、残るのは、左辺の B2K と右辺の、ここですね。これ全部。これが残ります。で、それを書いたのが、一番下の式ですね。ですか。この 2C1 は残ってます。ですか。で、この2がここら辺あるので、で、初めは、B2K-1 の方がないので、それは注意してください。で、この形になります。今、この B2i の i が1から K-1 まで動くという形になっています。いいですか？これがちょっとややこしいですけど、いいですかね。で、この C1 は今分かっているわけです。なんだと使って前のページに載ってる。C1 は1だと分かっていたんですね。だから、この形によって、C が消えたと。いうことになるわけです。いいですか？で、今は、何だったかというと、これは、K が2以上の時にこの計算ができて、この計算ができて、B の 2K っていうのは XK と
定義しましたから、これ、これ左辺は XK のわけです。右辺の方を見てみると、ここの B2K-2 っていうのは、これは XK-1、こんな感じなんです。B2i はこれ XI と、こうなるわけです。という形で書き換えると、K が2以上のときに、ここに書いてある式が成り立つ。ということが言えるわけです。ですか。で、これちょっとこの和があるので、これもまた、このままでは解けないんですね。で、そのた、この和を消すために、K を一つずらしたものを考えましょう。K を3以上とすると、この K を K-1 としても、この式が成り立つことになって、で、K は K-1 になったので、K-1 が K-2 になって、K-1 が K-2 になって、この式が得られます。で、上の式から下の式を引きます。で、そうすると、ここは消えますね。ここ消えるんだけども、この和のとこだけ見ると、X の添え字が K-1 のところで残ります。いいですかね。が残って、いいですね。残って、なんか変かな。大丈夫ですね。大丈夫ですね。あ、すいません。嘘を言った。引くんですね。引くんだから、すいません。これ消えないですね。すいません。消えない。ごめんなさい。引くんだから消えなくて。で、この、四角の中で残るのは、これだけ。これは正しいですね。すいません。引くんです。で、2は消えます。すいません。で、そうすると、下の式になります。左辺の方からは、xk マイナス、xk マイナス1。はい。で、右辺の方は、xk マイナス1マイナス、xk マイナス2があって、残ってる2、xk マイナス1がプラスで出てくるということですね。そうすると、xk マイナス1っていろんなところに出てきているので、これを整理すると、右辺に 4xk マイナス1が出てくるという形になります。で、そうすると、この式は、線形全化式。形になっているわけです。だからこれで解けると。先ほどの手法を使うと、まあ、解けるということになるわけですね。いいですか？だからまあここまで持ってくることができれば、解けるということになります。まあ、これ持ってくるのが大変かもしれませんけども、まあ、こういうことが何回かやると慣れてきて、自然とできるようになると。いう感じですね。で、もちろんこのためには、その、今この式は K が3以上の時に成り立つ式なので、K が1の場合と2の場合に、この K の XK の値が何なのかってことをちゃんと、初めに決めておく必要があります。初めというか、もう元の式ですね。元のこの式から決めておく必要があります。で、それは、この式に従って、X1 と X2 を計算すれば分かると。ここで言うと、B2 と B4 ですね。を計算すれば分かるということになって、まあ、実際計算すると、ここに書いてあるように、X1 は3、X2 は B4 なので2乗1ということが分かって、この全化式がやれると。で、まあ、この全化式、先ほどと同じ手法を使って解けば、XK の一般項が分かります。ということですね。まあ、これは演習問題かな。演習問題になってますので、ぜひやってみてください。はい。で、ここから、BN。を求めると、まあ、こんな感じになると思いますね。まあ、これはその、先ほどの式ですね。XK が B2K であると。より得られます。ということで、これで、BL の一般項も分かるということになりますし、同じような形で CL の方の一般項も分かります。まあ、これも演習問題と思ってやってみてください。ただ、まあ、この場合には先ほどちょっと、ちゃんと定義しなかったですけども、これですね。yk として、c2k-1 を置いているので、まあ、それを使って、まず yk の、全化式を作って、それを解いて、それを c の方に落とすということをやってあげればよろしいということになります。はい。ここまでが線形全化式の話でした。はい。ではですね、次は、全化式より上階を導出する方法という話をします。まあ、ここからはアルゴリズムの計算量の話になっているという感じです。前回ですね、こういうアルゴリズムというか、プログラムを考えて、これ再帰的なアルゴリズムだったんですけども、その A という文字が何回出力されるのかということを数える
全化式を作りましたですね。はい。で、まあ、これを解くということをやるんですけども、これも、実はこれはですね、これ自身は線形全化式ではないんですけども、説明の順番が悪かったので、まず何をするかというと、このアルゴリズムですね、計算量を見積もりたいということをするために、この FN の簡単な上階を求めてみます。簡単なというか、上階を簡単に求めるということをします。なんでかというと、ここに書いてある通り、計算量の解析において欲しいものは上階で十分なことが多いからです。でも最悪の場合がどうなるかということを知るというか、最悪の場合でもこれ以下で済みますよということを見積もるということをやっているわけです。でそのために、まあ、この全化式を使うわけですけども、じゃあどういうふうに考えていくか。まずですね、これちょっと定数項がいやらしいので、定数項を取り除くということをします。そのためにですね、両辺に1を出します。これは今、n が3以上のところで、すいません。これ今が、n が3以上のところで成り立つ式に、両辺に1を出したという形になります。いいですか。でそうすると、まあ、これ右辺を整理するとこんな形になるということですね。で、そうすると、まあ、これ書き換えただけですけども、そうすると、fn プライムを fn プラス1と置くと、何が起こるかっていうと、この左辺が fn プライムになって、右辺の方は fn マイナス1。ちょっと、順が悪いですね。右辺は f プライム f マイナス1になって、この後ろの方は f プライム n に進んでいます。ということで、ここに書いてあるような全化式が得られます。なんで、ちょっとこの初項ですね。初項をちゃんと言っておかないといけません。先ほどですね。fn は、n が2以下の時に1と言っていたので、fn プライムは、1足しているので、いいんだな、ということですね。でそうすると、これは、線形全化式です。やりましたって感じですね。全化式なので、まあ、先ほどの手法を使えば、これは厳密に FN プライムなんだかわかります。し、それから1を引けば FN もわかります。という形になって、もうこれでまあ、解けてるわけです。で、そうすると先ほどみたいにですね、特性方程式を立てて解いたりとか、固有値を求めたりとか。することができればまあいいわけですけども、先ほど見たとちょっと出て、この計算はですね、大変なんです。大変なんで。なので、今は FN プライムじゃなくて FN の上階を知りたいっていうふうに言ってるだけなので、まあ、そういうふうに厳密に解く必要はあんまりないんですね。で特に FN プライムと FN は1しか違わないので、FN プライムの上階が分かれば、そこから FN の上階も分かります。で、もう少し言っちゃうと、オーダーは同じです。1しか違わないので。オーダーは同じです。なので、まあ、このオーダーが分かればいいなっていうふうに、つもりでやっていきます。今からやるのは何かっていうと、この線形全化式を解いて、FN プライムを厳密に求めてもいいんだけども、それはしないで、上階だけを決めます。で、そのために、どうするかっていうと、まあ、特性方程式を解くっていうのは実は、必要なステップになります。で、特性方程式の場合は、FN プライム、をラムダの N 乗と置くことによって、まあ、作るわけです。でそうすると、まあ、この式ですね。この式は、実は先ほどの式と同じであったりしますけども、まあ、これ解くと、こんな感じになりますね。で、ですね、注目したいのはですね、一番大きな正の解です。一番大きな正の解です。で、それは、2分の1プラスのところになります。はい。まあ、特に、まあ、この場合はですね、だから、特性方程式は、ラムダの N 乗、イコールラムダプラス1になって、ですね、デカルトの符号取得っていうのを使うとですね、これ知らなくてもいいんですけども、この方程式がただ一つの正の解しか持たないこともわかりますけども、まあ、それはここでは必要ではないです。持ってきたいのは一番大きな正の解です。はい。で、これが今ラムダと置いたものですね。で、これを使って、今ラムダっていうのは、分の1プラスのところなんですけども、数学的機能法を使って不等式を証明するってことをします。で、何かっていうと、ここではこれを証明します。fn プライムは 2×ラムダの n 乗以下であるってことが、2の出演数 n に対して成り立つってことを数学的機能法を使って証明しましょう。で、これは割と素直にできます。で、なんでかっていうと、n が1の時、
まず、そちら的なもの。で、そうすると、まあ、左辺の F プライム1という場合だということ、これは既に分かっています。で、一方で、2かけるラムダの1乗っていうのは、ラムダですから、2分の1プラスというところですから、これは1プラスとなると分かります。で、1プラスと5は、これ2よりも大きいですから、この時にはここに書いてある不等式に成り立つということが言えます。いいですね。じゃあ、記入法を進めていきます。で、進めるために、もう一回のセリフでいいですね。今読むときに同じようにやります。同じようにやります。はい。ですね。で、ちょっとここは、なんだろうな。まあ、同じようにやります。で、ちょっとここはちょっとサボっててっていうのは、ラムダの2乗はラムダプラス1。で、これがラムダよりも大きいので、まあ、それを使ってちょっとサボっているということをしています。はい。まあ、いずれにせよ、この式に出すというのが重要です。はい。まあ、別に、そのまま計算してもらっても構わないです。はい。で、今ですね、証明を、機能法を続けていくときに、k 以上の自然数、あ、じゃない、2以上の自然数 k に対して、f'k が 2× ラムダの k 以上以下であり、f'k-1 が 2× ラムダの k 以上以下であるということを仮定します。二つ前まで戻るような全化式なので、まあ、この二つ前まで戻るような仮定を使っています。で、証明するのは、数字が k プラス1乗のときですね。f プライム k プラス1が 2× ラムダの k プラス1乗以下であるということを示します。で、そのために、ここに証明が書かれるんですけども、まず、f プライム k プラス1っていうのは、f プライムの定理から f プライム k プラス f プライム k マイナス1になります。ですね。これ k が2以上なので、これ k プラス1が3以上になるので、これが使えるということですね。なので、使えると。これは割と重要です。はい、だから、この定義が使えて、こうなります。ですね。で、この今 k と k の話っていう数字があるので、そこに対して、この記号の仮定使います。使いました。そうすると、不等号がやれると。こうなりますね。で、この右辺を 2× ラムダの k の話乗で求めます。これ、因数分解って言うんですかね。まとめると、前の方はラムダ、中央は1となります。はい。で、我々、このラムダっていうのは、ラムダの2乗イコールラムダプラス1という式を満たしているということを知ってますから、それを使うと、このラムダプラス1っていうのは、これラムダの2乗になるわけです。で、これ置き換えます。ですかね。置き換えました。で、そうすると、この後ろの部分っていうのは、これはラムダの k プラス1乗になります。指数法則ですね。はい。そうすると、欲しかった不等式。f'k プラス1が 2× ラムダの k プラス1乗以下であるという式が得られて証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。つまり、この fn、f'n っていうのは 2× 2分の1プラスルート5の n 乗以下ってことになるので、fn は2かける2分の1プラスルート5の n 乗マイナス1以下になります。ですか？まあ、じゃあ、オーダーで言うと、2分の1プラスルート5の n 乗になると。よろしいですか？まあ、オーダー記号のですね、定義とか、忘れてしまった人は次のページに書いてあるんですけども、まあ、別にあんまり読まなくてもいいです。はい。今のが一つ目の話だったんですけども、前回の授業では、ユークリッドのアルゴリズム計算量の算定もしましょうという話をしていました。で、その時に出てきていた全化式がこれですね。で、これは、ここの部分が、不等号になっているんだっていうことが、ちょっと重要なポイントだったわけですね。だから、この場合はですね、もうそもそもこの GN という数列の一般項を厳密に求めるということすら、まず不可能です。ここが不等号なので。はい。だから、この場合、上階を求めるということしかできないんですけども、それをやっていきます。でですね、そうすると先ほどのように、数学的機能法で何かを証明するってことに、不等式を証明するということになるんですけども、その証明すべき不等式が何になるのかってことを、まず考える必要があるわけですね。で、それが割と難しいです。はい。で、それをですね、探るってことをする必要があります。探る。で、そのために、次のようなことをやってみましょうと。
まずですね、このストーブはいやらしいので、電気的にイコールに置き換えます。でですね、数字を見てみると、左辺に GN というのがあったら、右辺はその半分なんですね。2分の N の小数点が切り捨てになるので、その小数点が切り捨てとかっていうのは、ちょっと考えたくないので、N が2の積乗の場合で考えましょう。じゃあその2の形状とかける場合で考えていきます。で、そうすると、それを2で割って、小数点以下切り捨てにしたものは必ず A の形式と一緒になる。私で簡単に書けるようになります。ですか？あとですね、これ N が0のときには GN も1であるというふうに書いているんですけども、じゃあ G1 はどうなるかと考えると、下の式使うと、2プラス G 2分の1の切り捨てという形になるんだけども、これ2分の1の切り捨ては0だから、2プラス G0 になって、これ3になります。だから、G1 は3以下ってことが分かってるんですけども、今これ置き換えるってことをやったら、その時には G1 イコール3になります。今、イコールを置き換えるっていうのはこれ探るためにやってるんであって、実際に G1 イコール3になるわけではありません。けども、探るためにそれをやってます。で、その探るをもう少しやってみましょう。そうしたら、今、その L のところは2の形状だというふうにしたので、この G の2形状を G プライム形と置き直しましょう。で、そうすると何になるかっていうと、先ほどの G の N というのは、2プラス G の、2分の N の小数点が切り捨てって形で N が1の時が書けていたんだけども、その N を2の形状で置き換えると、これは G の2形状イコール2プラス G の 2K マイナス1、こう書けるわけです。こう書けるわけです。いいですか？そうすると何が起きるかっていうと、この上のですね、この G の2形状を G プライム K と書くという形から、この左辺は G プライム K になります。右辺にある G の 2K マイナス1乗っていうのは G プライム K マイナス1ですか。で、それを書いたのがここです。ですか。G プライム K は、K が0のとき、つまり、G の1っていうのは3で、それ以上の時にはこうなると。いう形になってます。いいですか？ですか？で、そうすると、これ何かっていうと、これはですね、等差数。だからこれ解ける。解ける。で、実際解いてみると、0以上の k に対しては g プライム k って 2k プラス3になります。ですね。交差が2、初交3の等差数です。あ、で、k が0から始まってますからね。こうなると。で、今、k っていうのは何だったかっていうと、m を2の形状と、置いていたんですね。置いていたので、この式を、書き直すと、これは、G の2の形状が、2の K プラス3ってことを意味しているので、ちょっと下の式をずらすと。ってことを、G がちょっとずらしてしまった。ってことを意味していたので、だから、大体その直感で言うと、これは G の N が2のログ2の N プラス3っていう形になるような直感を我々は得たということになります。いいですか？だから、これ今探ったんですけども、探ったことによる結論は何かっていうと、GN ってのはだいたい2ログ 2N ぐらいであるということになったので、それぐらいのことなんだろうと思って不等式を作ります。で、その不等式を作って証明していくということになります。で、この、プラス3があるので、本当に2ログ 2N ではないかなっていう気もするので、ちょっとその余裕を持った不等式を作ったりということをします。余裕を持った不等式が普通こうなります。あ、これ余裕持ってないですね。この3プラスもちゃんと考慮して、こういう不等式を作ってみましょうということをして、今からこれを証明します。実際、2の自然数、1乗の自然数 N に対して、GN は3プラス2ログ 2N 以下である。
ってことを証明します。で、これが分かれば、GN っていうのは、ログ N のオーダーであるということが分かります。つまり、ユークリッドのアルゴリズムは、ログ N オーダーで動くということが、まあ、分かるということになります。書いておこうかな。ユークリッドのアルゴリズムの、計算量は、オーダーログ N と。いうことになります。だからこれすごく早いんです。はい。ということになりまして、まあ、それを今から、証明する。証明する表っていうのは、ここに書いてある今から証明するんですね。これを証明します。で、これは、先ほどと同じように数学的機能法を使えば、すんなりと証明できます。で、すんなりとか言ってみながら、まあ、すんなりできないかもしれないので、一応その証明をやっていきます。はい。で、N が1の時からやるわけですね。数学的証明、数学的機能法なので。そうすると、まずですね、G1 何なのかってことを、これは、全化式から、上階を求められます。で、それをやると先ほどと同じような形で、1は3以下だということがわかります。ね。で、一方で、右辺の方ですけども、右辺の方はこれ真面目に N の1を入れて計算すると、ここにログ1ができて、これ0になりますが、これ3になります。という形で、左辺は右辺以下であるということがわかります。だから、この式は N が1の時正しい。ということになります。ではですね、進めていくんですけども、ここでこういうことを言います。任意の自然数、1以上の自然数 K に対して、K 以下の任意の自然数に対してこれを2つ仮定します。今ですね、全回式の中では N が半分になっているので、1個前の自然数ではなくて、それよりも小さな自然数全部について、機能法の仮定が成り立つということをしてあげないと、機能法の仮定がですね、足りないので、こういうふうにします。で、こういうのはですね、累積機能法っていうふうな名前がついていたりしたので、まあ、言葉はいいんですけども、これですね、その前までの自然数全部をに対して仮定するということをします。一番累積機能法と言います。こういうのを累積機能法と言ったりします。名前はいいんですけども、その前まで全部仮定するということをしても、まあ、正しい機能法として、証明できます。で、それをやります。で、証明すべきことは、この K を一つ大きくしたところで、この不等式が成り立つということです。で、そうすると、まず、GK プラス1に対して、GK の定義を求め、使うと、この不等式がやります。で、定義そのものですね。で、ここでですね、機能法の仮定を使いたいんですけども、ここで確認しなくちゃいけないのは、ここに今ですね、2分の K プラス1、小数点以下、非接点があるんですけども、これはですね、必ず K 以下です。K 以下です。なぜかというと、2分の K プラス1の小数点以下、切り捨てするんで、その切り捨てを、なくすと、これは2分の K プラス1以下になります。ですね。で、今ですね、K は、1以上だって言ってるんで、これは2分の K プラス K 以下です。ですね。なんでかっていうと、K は1以上だからですね。ここですね。書いてますね。K は1以上だからです。で、これはイコール K ですね。いいですか？だから、ま、ここに書いてある式が成り立っていて、つまり、ここの G、2分の K プラス1の小数2が切り捨てに対しては、機能法の仮定が使えます。つまり、この L を2分の K プラス1の小数2が切り捨てとして、この不等式を適用できます。で、適用すると、これが得られると。3プラス2かけるログ2の中身が2分の K プラス1の切り捨てになると。で、ログなんとかっていうのは単調関数なので、この切り捨てを取り外すと、不等式で得られます。ですか？なるほど。そうすると、ログの中身が分数になっているもの、これを、整理すると、K プラス1マイナスログ2の2になります。ログ2の2、これ1ですね。あ、これ1ですね。
なので、これ整理すると、3プラス2ログ2の k プラス1になって、これは欲しかった式ですね。ご覧ということでしょう。ネガティブ証明終わるわけです。ということで、この不等式の証明が数学的機能法によってできたということになります。ですか。ただ、数学的機能法っていうのはすごく基本的な証明技法ですけども、こういう形で状態を示すときにも、こういう形で、使えるということで、いいですかね。よろしいでしょうか。もちろん結論だけ言うと、ユークリッドのアルゴリズムの計算量はオーダーログ n ですということがこの形で分かるということになります。はい。で、今日として、前科式の解き方の基礎という部分がここで終わるんですけども、次回とつながる話として、母関数の話をして、次回はですね、この母関数の話を主にやっていくんですけども、その導入として母関数をまず定義して、基本的な性質を今から見ていきます。はい。で、母関数とは何なのかというと、まず数列があります。でですね、この数列は、数列が0から始まることにします。これは、重要な注意です。重要な注意です。重要な注意です。数字は、そういう数列を考えます。で、その時に、そういう数列の母関数といったら、何なのかというと、それはですね、ここに書いてあるべき級数です。ですね。ですかね。で、その x の n 乗っていう、その、多項式ですね。単項式の係数が、この数列の an っていう、項になってる。っていうものを考えます。ですか。で、x は、複素数というか、変数だと思ってるわけですけども、これを母関数と言います。英語でこれなんかですね、ジェネレーティングファンクションって言うんですけども、だから、ジェネレーティングは、生み出すって感じですね。生み出すって感じ。生み出すのが、その、母関数っていう形の、言葉になってるわけですけども、これをですね、この生成関数と、略しているような文献もありますけども、普通は母関数と。複数文献もありますけども、普通は母関数と言います。でですね、これはまずですね、ちょっといろんな注意があって、これはですね、デジタル信号処理では Z 変換と呼んでます。つまりですね、デジタル信号処理っていうのはどういうイメージを持ってほしいかっていうと、こういう数列の、A0、HA に使ってあるんですけども、これはだから、理算的な時間幅によって、こういって得られる、その信号の強度とか、その信号の、持っている値とかですね、そういうものを表すと思ってください。例えば、その時刻0で A0 という値、時刻1で A1 という値、時刻2で A2 という値というような形の、なんかその、信号のですね、値が得られていると。時に、そのような、信号、時系列ですね、に対して、このような、べき級数を考えるということがあります。で、その時にですね、デジタル信号処理では、X じゃなくて、X の代わりに、Z を使うということが多くて、複素数ですからね、Z を使う方が、なんか、記号としてはいいのかもしれませんけども、Z を使って、こういうの Z 変化と呼ぶということをよくやります。でですね、本質は全く同じです。ただ、用途が違うので、つまりそのデジタル信号処理でこういうべき級数を考えている用途と、我々がこの母関数を考えている用途はちょっと違うので、ここでは母関数と呼んでいきます。はい。で、次ですね。仮定があります。このような無限級数ですね、を考えているので、我々はいろんなことに気をつける必要があります。つまりですね、まずこれが収束しなかったら、これ意味持たない式になっちゃうんですね。だから、この式が収束するということを仮定します。仮定しますということは、ちょっとこれはややこしい。だから本来は、収束半径とかってことをちゃんと考えてですね、いろんなことをやらないといけないんですけども、収束すると、します。します。で、いろんな細かいことを言い出すと、気にはないんですけども、収束する場合だけ考えます。
ただ、この AN っていうのの、この数列によっては、この、微浮球数は収束しないかもしれないわけですけども、収束するような場合に考えます。で、まあ、そういうふうにすると、ちゃんとこの微浮球数は定義されるので、そういう場合だけ考えます。で、そうすると、収束するので、我々が今まで学んできた微分積分学とか、解析学とか、複素関数論の知識が使えて、嬉しくなります。もう、これは非常に本当に嬉しくてですね、ここで、我々ですね、なんだろう、二三数学というものと、微分積分学、複素関数論って全く関係ないものと思ってきたかもしれませんけども、そんなことはなくって、組み合わせ論の中では、この解析学とかですね、複素関数論が大いに役立ちます。で、大いに役立つってことを、この授業でお見せできると本当はいいんですけども、いかんせんですね、複素関数論というのは、皆さんにとっては選択科目なので、あんまりですね、その知識に、ここではですね、依存したくないわけです。だから、複素関数論の話をあんまりしないようにして、まあ、そのような話の触りだけ、この授業では見ていくということになります。この話をですね、深く学ぼうとすると、複素関数論の知識というのは非常に重要になってきます。ということを言っておきながら、今からやるのは例として、様々な数列の母関数を実際に、導出するということをします。で、一番簡単だと思われるような例としてこれですね。すべて項が1であるような数列。つまり、min の0以上の数列 n に対して an に項1というような数列。この母関数なんでしょうと言われたら、これはこの AN のところに1を入れた、この形ですね。この級数になります。で、今これ、収束と仮定してますから、これは我々の知っている知識を使うと、1マイナス x 分の1という形で書けるということになります。いいですか？いいですか？これ一番簡単な例ですね。じゃあちょっと次の例。1、2、4、8、9、6、3、4、5、4、こんな形の数列。つまり、an が2の n 乗と書けるような形のものです。この場合は an が2の n 乗とこう書けるわけですね。で、じゃあこれ、この級数なんでしょうってことを考えると、これは2の n 乗、x の n 乗と書かれてますけども、これは 2x と求められますね。2x の n 乗です。で、そうすると、またこれは収束するので、1マイナス 2x の1と書けます。いいですか？今これはですね、2の n 乗という形だったので、1マイナス 2x なんですけども、同じように、アルファの n 乗という形で書けていったら、これは1、これはっていうのは母関数は1マイナスアルファ x 分の1になります。ですかね。では次の例。0123456なっていう形の数列。つまり、an イコール n という数列だったらどうでしょうと。で、これちょっとですね、ややこしいんですね。で、これは、その AN のところを N にすればよろしいということですけども、じゃあこの NX と N 乗の和、これ何でしょうって言われると、ちょっと難しいんですよね。で、ちょっと難しいんですけども、これはこう考えましょう。どう考えたかというと、これは、X の N 乗を微分して、X かけたものだと思いましょう。実際に、X の N 乗を X に微分すると、これは N かける X の N の接種になります。ですか？そうなので、これに X かけると、これは X かける N の X の N の接種ですから、これは N かける X の N になります。いいですか？だから、ここの変形は正しいということになりますね。で、そうするとですね、ここでですね、我々は何をするかというと、まあ、その x というのは n に関係ないから、これ前に出せます。出せますね。で、これちょっと2つのことを一気にやってますけども、じゃあ、これまず x 前に出しますね。x 前に出して、n イコール0から無限大までの ddx、x。こうしますね。で、今ですね、収束すると仮定してますので、この微分もですね、この無限の前に出せるわけです。便利ですね。ちょっとこういうことは本来は気をつけてやらないといけないんですけども、今仮定してますからできます。という形でこの形に出ます。そうするとですね、この中身ですね、これは我々知ってるわけです。これは1マイナス x 分の1です。
だから、1マイナス x 分の1の微分が分かればよろしいということになります。で、この微分皆さんできるということですね。やっちゃいましたね。嬉しいですね。で、微分すると、ここで1マイナス x の2乗分の1が出てきますから、結論としては1マイナス x2 乗分の x というのが、この数列の母関数という形になるわけです。よろしいでしょうか。まあ、この変形はですね、ちょっとまあテクニカルかなって感じしますけども、まあ、演習問題にはちょっとこれ似たものもありますので、実際ちょっとチャレンジしてみてください。はい。じゃちょっとですね、別の今までの、話を、総合して使ってこれやってみましょうと。an イコール 3n プラス1というような、数列の母関数なんでしょうというのを考えています。そうすると、この an の部分を 3n プラス1にするわけですけども、そうしたらですね、これは、バラバラにできます。こんな感じでバラバラにできますね。そうすると、この、前の部分の、この級数、中の部分の級数、これらは先ほどもうすでに何であるかってことは導いているわけです。で、それを使うとこうなりますね。前の部分は1マイナス x 2乗分の x、後ろの部分は1マイナス x 分の1。こうなります。まあ、これで、母関数分かってるんですけども、まあ、整理するというか、まあ、整理しましょう。整理すると、まあ、こんな形になります。分母を1マイナス x 2乗で整理するとこうなって、まあ、実際、1マイナス x 2乗分の 2x プラス1となるということになります。まあ、整理した形で書いた方が見やすいかどうかってことは、文脈によるんですけども、まあ、ここではそういうふうに書いてみたということになります。はい。まあ、こんな形で、まあ、いろんな数列の母関数が何であるのかということが分かります。でですね、次回では何なのかっていうと、これはですね、数列から母関数を作るってことをやったんですけども、次回やるのは母関数から数列を作るっていう、いわば逆変換になります。ですね、気分で言うと、今ですね、数列に対して、母関数を求めるっていうのをやったんだけども、次回はその逆側やると。でですね、皆さんですね、そうか、皆さん、応用数学第一っていうものを取っていたとすると、微分方程式が、書けなかった微分方程式って。微分方程式、があったら、そこから、ちょっと待ってね、ここ、ラプラス変換っていうのを、行って、まあ、ラプラス変換に関わらず、よろしいですね、なんかこう、式が、S の式が、S に関する式が、求められるってことを、があって、その逆変換をすることによって、その微分方程式解くっていうような、手法があったと思います。応用数学第一。で、それと同じことを数列でもやるってことになるわけです。それは何かっていうと、母関数をいじることによって数列の一般項を求めるってことをしていきます。はい。で、それが次回の内容になります。はい。だから、そういうことをやるんだと思って次回お楽しみにしていてください。はい。では、今日のまとめですね。初めにやったのは、線形全化子の解法として、まあ、2つあって、まあ、どちらもできると嬉しいかなと思います。で、もう1つは、アルゴリズムの計算量の導出においては、異常解だけで十分な場合があって、まあ、その時には、この厳密にですね、一般項を求めるときよりも割と簡便な形で証明ができますということを話しました。で、最後に、数列の母関数の話をしまして、まず定義を行って、どのようなものが実際母関数として出てくるのかってことを紹介しました。次回はそれを使って、数列の一般項を求めるという話をやっていきたいと思います。はい。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。